こんにちは、HOV 裕次郎です。今回はですね、緊急と歌っておりますけれども、決して煽るようなつもりはなく、真面目な話ちょっと急いでお伝えした方がいいかなと思うことがありましたので、今動画を撮っておりますが、要点から言いますと、今 Amazon で音楽関係の商品を何らか買うのって結構危ない、もしくはその慎重に検討してから買った方がいいというふうに思っております。でその理由についてなんですが、結論から言いますと、転売屋が横行しているんじゃないかなというふうに思っています。でこれはね、確証があってっていう話ではないんですけれど、おそらく、その可能性が高いのではということで、その具体的なことについて今からお話をさせていただこうというふうに思います。まず私があれおかしいなと思い始めたきっかけがあるんですけれども、つい先日私がプラグインで購入したものがありまして、それがですねこちらなんですけれども、サンプルモデリングというメーカーのブラス音源、このブラスバンドルというのを購入しました。で、買う前にいろんなお店で検討しますんで、それで Amazon でもこう検索をしていて、で Amazon で一度そういう検索をすると履歴が残って、こうお知らせメールみたいなのが届いたりするじゃないですか。お買い忘れありませんかみたいなのも含めて、で私も買った、直接買って、私が買った時の値段は46,500円だったんですよ。で、そのね、買い方のコツみたいなのは後ほどお話ししようと思いますけど、いずれにしても私が買った値段と全然違う値段で今 Amazon で売っている。もうめっちゃ高いですよね。バカ高い。46,500円の倍以上の値段で今Amazon で売りに出されてるんですけど、でね、あれと思ってちょっと他のものも調べたんですけど、今 Amazon で結構やたら高い値段で売ってたりとかするんですよ。でね、今ここちょっと消してますけれど、この Amazon の出品でそれこそ、その正規メーカーであったり、日本の正規代理店であったりとか、サウンドハウスさんであったりとか、なんとか楽器とか、こう従来はそういったその、ちゃんとしたって言っちゃいますけど、ちゃんとしたお店が Amazon でも出品していたんですけど、最近なんか見たこともない、聞いたこともない、で非常になんか怪しいなと思うような出品者が増えてきてるんですね。そして値段がバカ高いんですよ。でこのサンプルモデリングのブラスバンドルについてで言うと、このメーカーの日本の正規代理店でメディアインテグレーションさんというところがあります。でちょっとそちらのページ出しますけど、これがメディアインテグレーションさんのオンラインストアですね。同じ商品、全く同じものですよ。日本の正規代理店ですよ。ここが税別ですけど67,000円、だから 10% 税金入りますから73,700円、日本の正規代理店が73,700円で売っているものが Amazon だと100,000超え。怪しすぎる。なんでこんな値段なの。ましてやこっちは日本の正規代理店で、私このメディアインテグレーションさんからも過去いろんなもの買ってますけど、このねお店というか会社、めちゃくちゃユーザーサポートしっかりしてます。だいたいこういうのってメーカー自体がその海外のものだったりするんで、そのバージョンアップのこととか、なんていうんだろうな、インストールにしてもこのいろんなそのバンドルされている商品があったりとか、結構複雑だったりとか、なんていうんだろう、こう分かんなかったりすることが出やすいんですよ。でそういうのを問い合わせたりすると、メディアインテグレーションさんはめちゃくちゃ丁寧に、すごいね、丁寧にこの迅速に、で本当にこちらのことを考えてサポートしてくれるんですよね。別に回し物ではないんですけど、でも回し物だって思われてもいいぐらい、
このメディアインテグレーションさんに本当にお世話になってますんで、本当ね、ちゃんとやってくれますよ。ユーザーのこと考えて、もう丁寧なサポートをしてくれる、もうめちゃくちゃいいところだというふうに思ってますんで、別に回し物だと思われても構わないぐらいなんですけど、まあ、実際回し物ではないんですが、日本の正規代理店でいろんなメーカーのものを幅広に扱っている会社さんです。で、そこがですね、税込みで73,700円で売っているものが、ここ消してますけども、聞いたこともないようなところで10万超え。まあ、だからここで買うメリットって何かあるのか。こういったその、なんていうんだろう、プラグイン関係とかだと自分でインストールしなきゃいけないので、で基本英語なんですよ。マニュアルも英語のままだったりとかすることが多いので、分からなかったり、不具合というかっていうのが出やすいんですね。そういったものにちゃんと対応してくれるかどうかは分かんないですよ。ここで買ったりやってくれるのかもしれないけど、でもやっぱり正規代理店の方が安心なんじゃないかなと私は思いますね。で実際それここに限らないですけど、いろいろ他のやつを見て、そのメーカーのそのユーザーレビューがあったりするじゃないですか。そうすると結構うさんくさい話というか、要するにここでアマゾンから購入してるんですけれども、物は違う楽器屋さんから届いたとかっていうようなレビューも結構見ます。でこれ転売屋だろうとかっていうような書き込みもちらほらと見かけます。アマゾン自体はまあいろいろ人によってご意見は分かれるかもしれないですけど、私も結構な、ヘビーユーザーって言っていいんじゃないかなぐらい日常的にアマゾンは利用してます。でまあ時々ね、トラブルというか、あったりはしますけど、で今もねちょっと一件実はそのアマゾンのカスタマーサポートでやり取りしてる件があるんですけど、ただすごくちゃんとサポートというかケアをしてくれてますよね。なのでアマゾンに対してもう全然その悪い印象というかそういうのはないんですけど、今ねその私はよく知らないですけど、ゲームのこととかその転売屋と言われるような人たちが横行してるのって非常に多いじゃないですか。でまあちょっと具体的なことは言うとあれかな、まあ、ただいずれにしてもそのアマゾンって結構個人でも出品ができたりするでしょ。なのでアマゾンでこう最近その DTM 関係含めた音楽の商品ってDTM をやる人ってかなり今増えてきてるっていう話が多いんですよね。おうち時間っていうのもあって。だから、それもあってなのか、その DTM 関係とかが、個人で、例えばその、どっかの代理店とか楽器屋さん、自分で買ったり、もしくはまだ買わずに、ここで注文を受け付けてから、この人が自分で楽器屋さんで買って、それを直接届けるとか、っていうようなことも増えているんじゃないかな、という印象があるんですね。まあ要点をまとめますと、その誰がどのお店がおかしいとか怪しいとかっていう話ではなくって、今アマゾンではちょっと怪しげなことも起きているので、買う時にはよくよく検討してから買った方がいいですよっていうことを言いたいんですよ。例えば何か自分で欲しい商品があったとしたら、それをねこう Google とかなんかで検索をすれば扱ってるお店っていっぱい出てくるじゃないですか。で正規代理店にしても、それこそ私がこれまではそのサウンドハウスさんでよく買っていたんですけども、今は本当ね大体の商品って値段的には横並びですよね。なのでそれぞれのお店で例えばクリアランスセールをやっていますとか、ポイントが今だったら10倍つきますとか、そういう個別な違いっていうのはあったりするので、そういうところでこう検討、比較検討していくっていうのはすごくいいと思いますし、大事なことだと思います。で、Amazon だったら大丈夫っていうことはないどころか、今は結構怪しい感じになってきている。なので、それらも含めてよくよくいろんなところからこうその情報を見て比較検討をして信頼できるところから買った方がいい。で、特に先ほども言いましたけど、こういった音楽プラグインであったりとか、そのメーカーが海外のものだったりとかすると、ユーザーサポートがちゃんとこうされているかどうかってすごく大きいんですよ。
それこそね、まあ私だと先ほどね、こうメディアインテグレーションさんのやつもちょっと出しましたけども、私はこの商品をこのサンプルモデリングのメーカーから直で買ったんですね。なので安いんですよ。でもそういう場合って、その例えばその何かわからないこととか出てきたりとかしても、全部そのやり取りを英語でしなきゃいけないっていうのがあるんですよね。で購入に関しては、今いろんなメーカーも日本語での案内ページっていうのが結構できていたりするので、購入に関しては特に英語っていうんじゃなく、その日本語だけでクレジットカードさえ持っていれば、割と素直に購入はできるんですけど、その後なんだかんだでサポートが必要になった時にはちょっとその英語が必要になってくるんで、そういうのがめんどくさいなとか煩わしいという方はやっぱり正規代理店から買った方がいいと思います。ただ正規代理店は基本ちょっと割高かなっていうか、その楽器屋さんとか他のところだと、その販売店の方が気持ち割安だったりとかしますし、あとサウンドハウスさんでいうと、そのポイントでよく10倍つくことが多いんですよ。それこそね、30万のマイクを買ったら3万円分のポイントがつくんですけど、ただね、そのポイントもサウンドハウスさんのポイントって有効期間が期限が1ヶ月しかないんですよね。で前だったら買ってすぐそのポイントってもらえたんですけど、今は支払いが完了してから2週間して、ポイントがつくんですね。なので欲しいものが1つ以上あって、次の商品を購入するのに2週間待てるんだったら10倍ポイントとかつくと非常にメリットなんですけど、そうでない場合は、今あんまりそんなに強烈なメリットって言えないかなっていうのもあります。あと楽器屋さんであっても正規代理店であっても、オンライン購入した場合にポイントがつくとかっていうシステム増えているので、そういうのでも含めてですね、いろいろと比較検討してから買った方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、今回の動画は以上となります。今ですね、お家で過ごす時間が増えたりとかっていうのもあって、例えばアマゾンで言うと、もう私いろんなもの買いますけど、まあ便利ですよね。特に置き配っていうシステムができてから、宅急便が来る時間にいなきゃいけないっていうふうに待たなくても良くなったので、もう本当に気軽にもうポチッとすれば、もう翌日、早い時には当日届いたりもありますよね。非常に便利ですけども、だからこそそういうなんていうかな、便利なシステムのところになんかね、わけのわかんない人が入ってきて、それでいわゆる転売的なことをしているのかもしれないですし、その値段もね、よく知らない人だったらわからないと思ってるのか知らないんですけど、なんかやたらバカ高く売っているとか、で例えばその何か買ってね、届いたとしても、その後例えば今回みたいなその音楽関係であれば、そのサポートが必要だったり、直接のメーカーの方とのやり取りもしなきゃいけないところを正規代理店だったらすぐにやってくれたりとかするんですよ。あとは実際の物品とかだったら、それこそ壊れたとか調子が悪いとか、そういう不具合とかも出たりするじゃないですか。だから本当に単にその買うっていうだけじゃなくて、買った後のこともきちんと考えてくれるようなところから購入した方がいいですよね。でましてやね、今回の話で言うと、アマゾンの方でそのまあわけのわかんないところだとして、値段が安いっていうメリットがないどころか、正規の倍以上するってなんだそりゃって話ですよね。だから本当にちょっとおかしなことにもなってきているので、まあ利用する側、ユーザー側がやっぱりしっかりとしていかないと、いけないのかなというのがね、ありますよね。あと DTM 関係で言うと、正規料金って本当に合ってないようなものだったりしますね。もういろんなところがそれぞれこうセールだったりとか、ポイントがつくとか、限定特価3日間だけとかって、もう嘘だろうっていうくらい安く売るような時もあったりとかするんですよ。なので欲しい、この検討している商品があったら、まずその代理店とかメーカーでこう
なんだろう、めんどくさくなければ、せめてですね、メールアドレスだけでもそのアカウントを作っておいて、お知らせメールが届くようにしておくといいですよね。そうすると突然なんか今から48時間だけのセールみたいなお知らせが来たりとかもしますんで、本当ね、全然値段が違ってて、うん、びっくりすることは多い世界ですよね。まあですからその辺でね、まあただね、正規料金で買っちゃったとしても、で、自分が正規料金で買ったものが、その後に、こう、セールで、ね、安く出ていたとしても、それは別にね、もうしょうがない話なんで、うん、そういうのはあんまりこだわる必要もないかなというふうには思いますけど、ただし、なんかインチキ臭い転売屋とか、そういうのには引っかからないように、ぜひぜひ、お気をつけいただいた方がいいんじゃないかなというふうに思いまして、今回の動画を作りました。はい、では今回の動画をこの辺で終わらせていただきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 HOV 裕次郎でした。